こんにちは12月2日ですビートルジュースって単語聞いたことありますよね私単語レベルで聞いたことはあったんですけれどもそれが何なのかよく分かっていませんでしたオリオン座の左肩のところにあるビートルジュースという星が2022年に爆発するかもしれないという説があるようなのでお訳して紹介します元の動画へのリンクはいつも通りディスクリプションに貼っておきますちなみに 星が爆発するのを人類が望遠鏡で目撃したことは未だかつてありません。紀元前1世紀に朱子、これ朱色の朱に子供の子ですね、朱子学の朱子がすでにビートルジュースの話をしていましたが、当時はぼんやりとした黄色い光だったんだそうです。紀元後1世紀にはトレミーの研究によるとビートルジュースは赤く色を変えています。色だけではなくてスピードも変化していて、 秒速5キロのスピードで今回転しており、これは私たちの太陽の4倍の速さなんだそうです。で、こう速度が変わった理由の一つ考えられるのが、ビートルジュースが近くにあった、もっとずっと小さい星を飲み込んだからというのがあるようです。ビートルジュースがチカチカ瞬いているので、天文学者の間でざわざわしているみたいなんですね。 なんでかって言うと星は寿命が尽きる前に瞬くからっていうことみたいですでその後、チカチカした後にダストを塵に隠れて見えなくなると意味するのはたった一つその星の寿命が尽きつつあるということです星がなくなるのはフェードアウトしてこう暗くなるか爆発するかのどちらかでビートルジュースはどうやら爆発の方みたいなんですね でいつ起きてもおかしくないんですが天文学的に考えると今から10万年の間に起きるんだそうです2022年に起きてもおかしくないでも10万年の間ということですもしも2022年にビートルジュースが爆発したら地球にも大きな影響を与えると考えられています 前回同じような感じのことが観測されたのは1604年ケプラーのスーパーノバーの時ででそれは地球からは2万光年離れていましたビートルジュースと地球の距離はその20分の1、まあ、結構近いですよね科学者たちはそれでもビートルジュース地球からは離れているのでまあ、大丈夫でしょうって言ってるようなんですけれども 2012年に太陽ストームで地球が破滅するっていう説があったのに私たち普通に生き延びていることを考えるとじゃあそれとね逆のことが起きたらもしかすると星の爆発で地球の温度が急上昇したり太陽や宇宙の放射能から地球を守ってくれているオゾン層が破壊される可能性だってあるのかもしれません。一説によると ビートルジュースは相対論的ジェットという2つの波がこう爆発した時に2つの逆方向に発生するらしいんですねでそれがほぼ光の速度で移動してそのうちの一つが地球に向かってくるかもしれないっていうお話がありますで2つ目の説は科学者の予想とはかなりかけ離れていて IPTF14HIS という星が、まあ、爆発した後も600日間光り続けていてその後も爆発を続けてゾンビと呼ばれたように爆発のたびに放射線を発しながらこう爆発し続けるという説ですただ爆発によって生じる残骸が太陽系に達するには600万年かかるんだそうですで 達する頃には秒速14あ13キロにまで速度が落ちていて、ソーラーウィンドウこれなんだろう。太陽の風で吹き飛ばされると考えられています。で、2022年にビートルジュースが爆発すると考えている。まあ、sf 界隈の方たちのシナリオではまあ、こんな感じに進みます。 1>, 1月2月止まっても何も起きないので3月に酸素,酸素と炭素の詰まったロケットを飛ばして爆発を加速させるというものですこれねロケットがビートルジュースに届くのに地球からですよどれくらいの時間かかるんだろうって思いませんかで X a y には朝からメディアが取り上げるので人々は一目見ようと席の取り合いをするんですけれどもあまりに明るい星なので別にどこからでも。 日中でも見ることができで凄まじい勢いでチカチカした後爆発しその光は何日も見え続けるということですというわけで、うん、信じるか信じないかはあなた次第ってまさにこれかなと思いますおまけですオミクロンが昨日北カリフォルニアでもう確認されましたで、うちのバイトの学生ちゃんは冬休みに1ヶ月帰省する はずだったんですけれどもインドに帰るかどうかもうめちゃめちゃ迷っていますにもかかわらずですね一方で私たちの学部長は年末のパーティーをしようとしています今日出血のお知らせのメールが来た私は行かないですあと11月30日までに予防接種の記録を提出しなかった人免除の申請をしていないまたはしたけど認められなかったのに予防接種の記録を提出していない人に 人事からメールが来ました。もうね守秘義務とか個人情報とかまるで無視でメールには複数の CC カーボンコピーがついていたようでメールを受け取った人は怒ってました。でも私はね思わず「えどうして今まで免除の申請してなかったのみんなもう9月には知ってたよね」って聞かずにはいられなかったんですが今からするんだそうです。というわけで「Stay safe stay healthy」。